味が素晴らしいのは子供向けの映画の連れて方だったんですよ。で、忘れちゃう映画が多いのにもかかわらず、死の侍っていうのは、記憶通り。負けた。3年ぐらい負けた。ですよ。ハリウッドと同じ土俵に立とうとしているっていう、うん、はい。僕らはもしかしたら、自主映画から、メジャーに行けるかもしれないと思わせる、うん、そういう夢を与えてくれた、勘違いしたのが、あの、運の月というかですね。それがスタートですね。ゆうちゃん、プロデューサーってそもそも具体的に何をする人だっていう風にイメージありますか？いやもう全然こう想像がつかないですね、うん、あ、監督、ディレクターは分かるよね。オッケーって言ってその映画をワンカットワンカット作るのを指示出す人だけども、はい、じゃあプロデューサーはって言ったらば、うん、表には出ないけど、うん、なんかちょっと監督とかよりもさらに細かい、一番後ろにいてね、あの、こないでるねぐみしてる一番偉い人みたいな感じ、なんかちょっとドーンとしてるような、うん、なんか裏方の、うん、でも一番大事な人みたいなような本当にざっくりとしたイメージでしかないです。だから今日は奈良さんに、うん、日々どういう風にプロデューサー業っていうのは、はい、お仕事されてるんですかっていうのを教えていただきたい。ぜひお聞きしたいです。あのね、親戚の、ね、田舎の親戚の集まりとか出るじゃん、はい、で何やってるって聞かれると、うん、まあ、プロデューサーって答えるじゃないですか、はい、うん、本当に勧めしやづらいんだよ、うん、だって、ね、別にあのカメラ回してるわけでもないし、そうです、ね、ね、役者さんに演技をつけてるわけでもないと、うんうん、要はあの本当裏方じゃないですか、うん、表だって見えないっていう、で、あとあの肩書きが、肩書きっていうか役職名がカタカナじゃないですか、うんうん、うさんくさいですよね。だからまさかの、いや若い世代じゃん、かっこいいとか思われます。いや、 やっぱ横文字はちょっとかっこいいですよ、うん、あのね、あの真面目な話、プロデューサーっていろんなタイプがあって、タイプっていろんな仕事があると思うんですよね、うん、まあ、極端な話、本当にあの自分であの原作を見つけてきて、で出版社に映像の権利を、うん、まあ、買ってと抑えてってことね、はいはい、抑えて、まあ、お金を出して抑えるんだけど、うん、抑えて、うん、で自分でこの原作だったらこういう監督で脚本家誰で役者さん誰でっていう全部自分で選ぶ人もいます、うん、でもう一方で、あの監督と一応、まあ、何かやろうねっていうか、うん、あの作品やることは決まってるんだけどネタがないと、うん、お互いネタ出しをして企画を出し合って、うんうん、でも、まあ、なかなかまとまらないと、で監督の方からこれどうかな、あ、わかりました、じゃあこれ企画は監督だけど、うん、後の立ち上がりは全て私がやりますと、うんうん、私がやります、立ち上がりってのは要はお金集めたり、うん、監督が、クリエイティブしやすいような環境を、うん、じゃあ私が作りますと、うん、いうパターンがあります、はい、うん、あとあの単純にお金出してるだけっていう、うん、パターンも、この3つが出てパターンですね、はい、うん、でよくあのあれですね、分かりやすい言い方ですると、まあ、ちょっとマニアックな話になるけど、うん、あのアスミックにいらっしゃった原正人さんっていう、はい、大プロデューサー、大先輩、うん、先輩プロデューサーいるじゃないですか、はい、影武者に、うん、大いに金出した方ですね、そうです、影武者ってランですね、ランですね、はい、ランとあの戦場のメリークリスマスですね、そうですね、うん、あの人の本を読むと自分はやっぱりクリエイターのやりたい、うん、あのものがあった時にそれをどう実現できるかという環境を作るタイプのプロデューサーだと、うんうん、っていうふうにおっしゃってましたね、うん、でもう一方で多分アルタミナの麻酔少女さんっていうのは一時自分で企画を見つけてて、はい、ウォーターボーイズはそういう企画だったと思うんですよね、はいはい、自分であの埼玉の高校のニュースを見て、これは映画になると、うん、あとあの出資作品であの関わった作品なんですけど、フラガールのそういう企画ですね、あのプロデューサーが本当にあった話、そう、あのスパリゾートハワイアンっていう、はい、昔は常磐ハワイアンセンターって言ったす、要するに複合娯楽施設、あ、娯楽施設、うん、そこで踊っている、フラダンサーたちの、はいはい、お話を映画にしたんです、うん、あ、シネカノンの、ね、リー・ボーンさんと石原ひとみさんというプロデューサーがいて、うん、で石原さんがたまたまこのテレビで見たらしいんですよね、あの私も見ました、あの、うん、なんていうか NHK スペシャルみたいな、うん、あのその特集番組ですよね、 そっから企画が始まったと、うん、で、当時あの、まあ、若手でピアフィルムフェスティバルで入賞したリー・サンイルって監督がいて、彼を抜擢して、はい、であの映画にしたっていう作品ですよね、うん、
だからプロデューサーって大体いろいろその2パターンで、はい、私はどっちもやってます。どっちもやってます。あの監督から持ち込まれた企画もやってますし、はいはい、自分で原作を探してきて、はい、あの監督を探すと、はい、あのいうあの作品もやってます。でただ、はい、あの出てくるよ。出てきますね。これがあの残影住んではいけない部屋。はい。当時ね、あのこれ訳あり物件の話なんですよ。で実際ね、うん、自分が独身の時に住んでたワンルームのマンションって多分事故物件なんですよ。え、長さんが住まれてた。ちょっと違う番組になりそうですね。うん、夜中にね入居して最初の1週間2週間ぐらい、ね、毎日ね10時になるとドアがバタバタ鳴るんですよ。でも人間って不思議で、うん、そういうのと慣れちゃうと聞こえなくなって、うん、いつの間にか何もなくなっちゃってそこ2年住んでたんですけど、うんうん、そういうのってやっぱり東京っていうのはやっぱり一人暮らしの人っていうのは、うん、まあ、一人暮らしなくても、うん、不動産賃貸どこでもある世界じゃないですか。で前誰が住んでるか分かんないし、ね、新築でさえどうなってるか実はその前どうなるか分かんないじゃないですか、うんうん、あ、まあ、そうですね、うん、そういうことを考えてたらね、小野冬美さんという作家の残影という小説がありまして、はい、うん、これはやっぱり現代ねやっぱり誰にでもやっぱりある話だよねっていうことで原作を取りに行ったら、うん、たまたま、うん、中村義弘監督もこれを取りに来てたんですよ、うん、監督とぶつかったんですよ。そうだからバッ私はてっきり奈良さんが中村監督を抜擢したのかと思ったんですが違うんですか、ね、中村さんねちょっとホラーはね、うん、やらないってふうに聞いてたからだってそのまでは伊坂幸太郎さんのやつとかやってる監督ですよね。その前は結構ホラーやってたんですよ、はいはい、だからアヒルとカムとコインロッカーの前っていうのは、うんうん、本当にあった呪いのビデオとかね、はいはいはい、あれ中村さんが立ち上げメンバーですし、うん、ただまああのアヒルとカモとコインロッカーの時はホラーを封印したと聞いてて、うん、僕はアヒルとカモとコインロッカーの前に、うん、ルート225っていう映画、はい、あの旅美子さんが主演の映画を中村さんと、はいはい、あのね、アソシエートプロデューサー入ったのから、うん、ご一緒してて絶対またやりたいよね、うん、ただなかなかその機会がなくて、うんうん、で偶然原作を取りに行ったら、はい、中村さんもこれやりたいんだけどっていうことで会ってトントントンって進んだ、ね、あ、そうなんですか、うん、よく言うその1個前から、J ホラーと呼ばれてるジャンルがもう存在してたじゃないですか、うんうん、でもこれってそういうふうにあのくくられがちだけどちょっと違うなっていうふうにその当時は思いましたね、うんうん、あの要は自分が今立ってる場所はどこなんだっていうことを探していく話なんですよ、うんうん、ここに今僕立ってますよね、はい、なんか残影のプロモーションになってきましたね。この前何があったんだ、うん、でその前何があったんだ、うん、何があったんだったら、うん、なんかやっぱり悪いことがやっぱり絶対、うん、突き当たっちゃうっていうね、うん、たどり着いちゃうっていう話なんですよ、うんうん、そういうふうにキャリアを重ねてって、うんうん、まあ、じゃあ一番重要なのは企画ですかそれともそのお金ですか。もう要するに、一度作ったやつがちゃんと結果が出ないとまた外れた映画撮ったなとかいうふうに、うん、そのまあ、いわゆるサラリーマンとして結果を求められるっていうふうな部分でのプレッシャーなんかもあるわけですよね、うんうんうん、あのね、うん、一番大事なのは何でしょう、これね、作る意欲だと思う。プロデューサーは、うんうん、その意欲がなくなっちゃうと、うん、もう多分できないしやめた方がいいと思います、うん、仕事でやるべきものじゃないと思ってます、うんうん、作りたい、うん、欲求が大事かなっていう、うん、じゃあ結果を求めてああなんだろうな、うん、そのビビるんじゃなくて、うん、そこは考えずに作りたいものを作るというふうな、いやもちろん当てるために作りますよ。当たるものを作りたいっていう欲求はあります、はい、当てなきゃいけないっていう、はいはい、ただやっぱり0から1に立ち上げるっていうのは相当のプレッシャーがやっぱりあるわけですよ。プロデューサーやっぱり大変だなと思う。新しい企画が始まるとまたお金集めなきゃいけないんだ、うん、お金集めていろんな人に説得、うん、会って説得しなきゃいけないんだと、うんうんうん、で絶対当たるってありえないじゃないですか、うん、自分と同じ方向を向かせるっていうことはかなりのエネルギーをやっぱり必要とすると、うんうん、それをエネルギーの持続をやっぱり2年3年させるという、うん、しなきゃいけないってことはかなりですねやっぱりこの作りたいという意欲がないとできないと思いますね。じゃ
で一番最初に例えば、キャリアを眺めさせていただいたでは、うんうん、まあ私の中でバイブレーターとかあるわけですけども、うん、こういう映画を作りたいんだっていうふうなこれはですね、はい、これまた面白い話っていうか、面白い話っていうか、面白いのかな、はい、これね、当時2003年なんですよね、はい、公開されたのが、うん、で僕は2000年に映像入ったんですよ、はい、映像事業に、はい、配属されたんですよ、はい、で当時本当何もね、別に本当コネもないし、うん、スキルもないから、うん、何やってたっていうと、うん、アイドルのイメージビデオのプロデューサーやってたんですよ、うん、毎週土曜日に秋葉原行って、うんうん、イベントやって、うん、握手会をコーディネートしたり、あ、それはだからハピネットとしてやってるんですね、はいはい、すごいね、全然違うね。その時にね、部下でね、女の子がヒルクリーチ監督のね、うん、ワークショップしたら、あ、そうなんですか、うん、で紹介してあげるって言われて、なるほど、うん、紹介してもらったんですよ、うん、紹介してもらって、その時にヒロキさんが、うん、ちょっと30分だけ中座させてくれて、はいはい、飲んでる時に、あ、いなくなっちゃったんですか、ね、それで30分だったら、うん、じゃあ今さ、うん、実はこの映画の脚本を受け取ったんだけど、これバイブレーターですなんだけどさ、うん、ってちょうどバイブレーターのプロデューサーから、うん、脚本が、うん、春彦さんの脚本上がったからってことで受け取りに行ってたんですよね。へえ、うん、でやっぱり新井さんとか新井さんとヒロキさんが組まれるっていうのは多分、うん、商業映画でなかったと思うんですけど、うんうんうん、その組み合わせってすっげえ魅力的だなと思って、うん、日活の文庫の脚本から新井春彦さん、はいはい、覚えてます、うん、そっからですよ。それでプロデューサー紹介してもらって、うんうん、ぜひともちょっとこれうちの方でちょっと出資加わりたいっていうことで、はいはい、プロデューサーで森重明さんって方がいるんですけど、うん、彼が高橋万明監督の光の雨のプロデューサーでもあったんですね、はい、でそこで光の雨のプロデューサーということで、うん、配給のシネカノンさんのリボンさん紹介してもらったんですよ、うん、あ、そうなんですか。でそこからあれですよ、パッチフラガールにつながった、トントン拍子じゃないですか、うん、だからその流れでうちの映画の邦画事業か、はいはいはい、邦画事業が当時まあ、洋画もねギャガさんと一緒にやって、うん、シカゴとか、うん、そうですね、だからその時期にだから邦画事業も、うん、大きくなってった覚えはあります。だからバイブレーターはその大きくなったきっかけになった、うんうん、作品評価も高かったですよね。そうそうそう、でバイブレーターが賞を取ったんですよ、うん、当時東京国際映画祭で書いてあるけど、はい、主演女優賞、うんうん、でね、数々の、ね、賞をたくさん取ったんですよ。寺島しのぶさん、寺島しのぶさんが、最初にさアソシエートプロデューサーでクレジット作、うんうん、どんどん賞取るわけですよ、うん、結構楽勝かなで、そうか、イケイケだったんだあの頃は。すごいですよね、本当に確かに出てくれるわけねえじゃないかと思って素敵行きましょう。カトルシネマご覧いただきありがとうございます。カトルシネマではオリジナルの T シャツ、トートバッグの販売を予定しています。詳しくは各 SNS でチェックしてみてください。よろしくお願いします。